縁側だったかな、縁側ハラミ、まあちょっとな、ここの、ね、こういう感じでるんで。はい、というわけで今日やってきました。はい、今日すみちゃんもね来て、お疲れ様ですね。これね、岡山のね一宮にある毎度大衆焼肉毎度ってとこなんですけど、はい、知ってますか？いや、僕初めて通ったことあるんですけど、今まで気にはかけてなかった。なんかね、話によるよ、岡山県で一番コスパがいい焼肉屋さんっていうか、はい、もうほとんどなんか1000円以下ぐらいでもいけるみたいなね。しかもご飯おかわり自由で。なんか飲み物もついてくるっていうことで、ちょっとね行ってみようかなと思います。そうですね、結構 YouTuber の方もね行かれたりするので、それ結構ねスペースあるね。前来た時そんなにこんなに大きくなかったんやけど、こういう感じだったけど、半分右って言うけどやっぱスペースが広がった感じだよね。まあなんかこういうドリンクメニューね、はい、でここねハイボールがねおかわり無料なんだよね。なんか聞いたことあるかも。いただきます。こちら定食でございます。おかわり無料、ご飯おかわり無料なってて、まあでも下がまあ税抜きでも750円、この縁側ハラミ柏定食、まあ贅沢的な感じのね、うん、デラックスダブルカルビ定食とかあったりとか、ダブルカルビ定食でもまあ950円の税込み1045円で、ミックス定食も800円でね、うん、タンミックス定食とかでね、うん、これじゃリーズナブルですね。そうね。でそれにソフトドリンク1杯ついて無料ってことで、うん、まあいいですね。まあ別に普通に盛り合わせメニューもあったり、普通に食べたい、でもうちょっと食べたいって人にもこんな感じで単品メニューもね、はい、あったりしてる中なんですけども、はい、最近どうですか、お財布事情は？はい、お財布事情はそうですね、そんなにまあ決していいわけではないですね。っていうなりますよね。焼肉もなかなか食べれないというかね、厳しいですよね、このいうご時世はね。今日何にしますか？そうですね、リーズナブルなやつにしようかなと思うんですけど、おお、いいですね、いいですね。じゃあね、どうしようかな。じゃあ縁側ハラミ柏定食しようかな。じゃあこれで、で飲み物とかも決めとこっか。ありがとうございます。あったけ。いいですね。焼肉の定食。ね。結構好きですけどね。じゃあ、いただきます。あ、いいですね。もう焼肉の口になってます。ノンアルですけど、まあ気分だけですよね。はい。いいですね。あ、そういうこと。おお、じゃこれ自らで入れるわけだ。そうですね、お好きな量ですけど、これわかめスープね、あれあすげえめちゃくちゃ来ましたね。タンミックスちょっといいですか？こんな感じですね、タンミックス定食ですね。美味しそうですね。結構ね、はい。ホルモンと豚肉となんか、あとハラミが入ってるそうね。豚バラなの。でちょっとなんかこのいいですね。塩タンというか、タン付けのこれは塩だれなの。ちょっと味見してもらってもいいですか？いいですか？だれになるんですか。どうですか。塩だれですね。塩だれですね。なんていうんですかね。ネギタンとかにあるような。これだからパンに乗せて。いいですね。おじさんもね、小ぶりで。野菜にも。トングがありますね。で、縁側だったから、縁側ハラミ。縁側ハラミってどういうことなんですかね。ちょっと調べてみよう。あとこの柏をね、焼いていきます。塩だれがついてる柏です。牛肉のお腹の部分ね。結構弾力みたいな。でもタンの味がしっかりしてて、やっぱネギタンのネギもすごい。ちょっとやっぱ塩加減がいい感じですか。そうですね。とても味付けなんで、これだけで食べれます。これはじわっと焼ける感じだね。なんかね。わーっとね、バッと焼けるのかなと思ったけど、この網とこの下のなんか火の距離が結構あって、じわっと焼ける。でもこの柏は結構なんかあれやね、ふわっとした感じやね。そうですね。これちょっといただこうかな。そうね。もういい感じで。なんかちょっと醤油だれと、なんかちょっと変わっただれが、じゃあこのちょっとネギ、いただきます。あ、甘だれだ。甘だれ。ちょっと酸っぱみのある甘だれだね。ちょっとこのもう一ついきましょう。これちょっと濃い色のあれ使います。いただきます。あ、うまっ。右側は、左側はどこの焼き肉屋さんでもある万人受けする醤油だれです。うまっ。やっぱさっぱり締めたい時は右側ですね。このそうですね。まあどちらも甘いんですけど、うまっ。めちゃくちゃ焼きすぎた感じです。大丈夫ですか？でもどうですか？もうなんかこのその今の年になって、はい、焼肉食べ放題ってまだ行きます？ああでも行きます。行きます。あねそうですね。行きます行きます。あでもまあ減ったっちゃ減って減りました。食べ放題ですけどね。子供もあんま食べないし、嫁さんもあんま食わんので、ね、男だけで行くんだったらいいかもしれないね。ゆうさんは？ああでも焼肉食べ放題最近行かないですね。なんか無駄に食べてしまうってのがあって。ああなるほど。そうなんです。無駄に食べたい時はないんですよ。そうなんですね。まあでも年ってことなのかな。年っていうか体のね。年なのかな。年齢というか体の。あれはあると思います。ボディバランスみたいなのが。なんかね胃もたれがするんで、この年になるか。好きなものも、よいしょ。箸休めというか、まあ、お口直し的な。お口直しですね。いただきます。個人的にはなんか、悪くはないね。ランチとか平日も関係なしにある定食なんで、すでにここに来れば用意されるメニューなんで、まあ一番というほどまあお得というか、他の店舗とかだいたいお昼限定とか、なんていう平日のみとか、そう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 。ちょっと早速いただきます。はい。やってください。やっぱうまいな。うまい。あ、お疲れ様でした。美味しかったですね。はい、良かったですね。でも本当にゲイさん言ってたように、平日のみ、ランチのみじゃなくて、ずっとランチで、この値段よりも良かった。11時から15時までやってて、そこから。なるほど。まあ、夜でもね、行けるみたいなんで。そうですね。お肉も良かったし、タレも良かったし。なるほど。じゃあぜひ皆さん来てみてください。毎度。はい、毎度。お、久しぶりやぞ。今日はどうされましたか？神主。ここで降りた相談があるんじゃがな、聞いてもらえんか。今回なちょっと相談があっての、今軍が足りんがじゃ。はい、軍が足りぬということは初めて聞いたのですが、今回真備の大雨洪水でのな被害で軍が足りんようになってしまったの、ちょっと過小中で相談に来たんじゃ。そうなのですか。初めて聞きました。そうだ、ね、ちょっと言うのが遅くなって申し訳ないが、これから向かうぞよ、準備があるところの。来ましたね。来たと。ここに我が軍の包囲網が敷かれてるということだな。我が軍だからの我が軍の働きをよく見よう。みんなにな、この真備が平和でありますようにということじゃ。バッチシじゃ。まあもう問題ないの。これで安泰じゃ。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。